今回は八冠目前である藤井聡太さんの奨励会時代に断頭時の将棋ファンの反応を紹介しますわ。では行きますわ。二段時代。藤井君、本日13歳の誕生日おめでとうございます。9月までに三段昇段するのに、平成24年藤井聡太二段、あと2連勝。13歳で三段が見えてきたなんて。藤井くんはマジ期待していいと思う。次のリーグには間に合いそうですね。とりあえず中1の後期で参加なら史上初だよね。過去の最速は中2の後期かな、豊島&佐々木。中2後期、豊島佐々木、中3前期、渡辺斉藤阿部高増田、中3後期、山崎天彦。連れ立てるの早すぎないか。詰将棋が強いらしいが、終盤の強さだけで勝ち上がってる可能性もあるんだぞ。数日後には三段になってるかもしれないんだから、早すぎはしない。今時終盤だけで二段なら、さらに期待大の化け物だろ。増田藤井世代がついに羽生世代を駆逐するだろう。増田くんと藤井くんを同列にする意味がわからん。なんか応援したくなる名字。商談だと大騒ぎだろうな今日。藤井くんどうなったかな。連勝条件だから確率的には 25% だし、次回持ち越しの可能性が高いのかな。マスコミも騒いでないし、今日はお預けぽいかな。とっととプロになってハブを任せ。奇襲でも何でもいい、結果的に勝てばいいんだ。大騒ぎになるし、ハブの顔は青ざめるだろう。別にハブは今引退しても余裕なくらい実績あるからいいだろう。藤井が成長して困るのは今の20代半ばの若手棋士たちだよ。確かに、藤井くんは羽生さんの32学年下、羽生さんの31学年上内藤、加藤、羽生さんの29学年上大内、羽生さんの27学年上米長、羽生さんの24学年上森慶、羽生さんの23学年上中原、桐山。これは、逃げ切った世代。この途中に上から押さえつけられ下からまくられた世代があって、羽生さんの11学年上福時、羽生さんの10学年上高橋、羽生さんの8学年上谷川、中村治、島、羽生さんの7学年上南、羽生さんの6学年上塚田。これは、羽生さんたちの被害甚大な世代。で、羽生さんの14学年下、藤井くんの18学年上渡辺明、村山康の下に、羽生さんの17学年下、藤井くんの15学年上広瀬、羽生さんの18学年下、藤井くんの14学年上佐藤天、中村田、稲葉、糸谷、羽生さんの20学年下、藤井くんの12学年上豊島、羽生さんの21学年下、藤井くんの11学年上沢田、羽生さんの22学年下、藤井くんの10学年上菅井、永瀬、羽生さんの23学年下、藤井くんの9学年上斉藤、高見、羽生さんの24学年下、藤井くんの8学年上佐々木優、阿部光、羽生さんの27学年下、藤井くんの5学年上増田康。ここらですか。被害甚大そうなのは。どんなに若くてもプロならば先生と言われる。藤井先生と呼ばれる日も近い。区別するために本家はいよいよ藤井先生と呼ばねば。大山全集を並べてるらしいね。やはり大山名人の棋譜を並べるのが最も効果的なのでしょう。藤井くんの目は7、1、9、2、13、ここから連敗続けなければ、ほぼ上がるだろう。すごいよね、将来楽しみ。天才系か、文字通り。10年後、藤井聡太の中間応援するになるわけですね。2015年7月30日。藤井猛九段とフュージョンして、序盤から中盤の入り口までを藤井猛九段が担当、中盤以降は藤井聡太担当で指せば永世七冠は間違いない。実際は豊島佐々木勇気と同じパターンでしょう。周りが持ち上げるだけ持ち上げるが、いざプロで蓋を開けたら強豪の一人という立ち位置。豊島ってそんな持ち上げられてたの。佐々木や増田は持ち上げられてたのは知ってるが、特に佐々木はすごい期待だったよね。やっぱルックスも関係あるのかな。でも藤井くんは実績の割には持ち上げられてないと思う。12歳で詰将棋選手権優勝、
そして中1の後期から三段リーグに参戦しそうな勢いなんだぜ。むしろなんでもっと騒がれないんだって俺は思ってたよ。ハブ世代がフェードアウトしていく時期に来ることにも隙がある。実際の相手は渡辺になりそう。もう明日に霊界があるのか。感覚早いね。連勝なら直近11勝2敗で三段目前に迫るね。三段になったとして果たして何勝くらいできるだろう。二段で結構苦戦してるから一期で四段昇段は無理っぽいけど、しばらく最年少四段の話題で楽しめるね。本人は大変だろうけど、プロ最年少の増田くんより5歳も若いからね。増田くんもリーグ抜けるの時間かかったし、まだまだ壁はありそう。増田くんも中学生騎士間違いなしって言われてたなるまでわからん。鍋は小学生の頃に新聞にも紹介されて、ぶっちぎりで中学生騎士になるとか言われてたけど、実際はギリギリで中学生騎士に滑り込んだ事実を見ると、三段リーグ抜けは簡単ではないね。確かに今までの中学生で騎士になった4人は化け物レベルだったが、ソフトが進化して序盤研究がかなり進んだ現在で、たとえ中学生棋士になれたとしてタイトル戦の常連になるほど活躍できるかはわからんぞ。くだらねえイチャモンつけてんじゃねえよハブオタ。ハブが中学生棋士になった時は研究がざるで楽だったんだよ。ハブ世代が上の棋士を圧倒できたのは序盤研究がぬるかったから。ハブ世代の若い頃と今の棋士がやったらハブ世代なんて全く勝てないと佐藤が認めてる。藤井くん、1局目に白間さんに負けたらしい。2局目は、さて。今期中に昇段できないと痛恨だな。連敗で厳しくなったね。上半期中の昇段は4連勝だけか。厳しいね。解散、解散。来年の3月までに三段になれれば上出来だろう。完全居飛車党でありますように。おい、ファンども、9月まで昇進する確率は1局の勝率が 0.75 なら 0.61、 局の勝率が 0.7 なら 0.541、 局の勝率が 0.65 なら 0.43 だ。何を意気消沈している。まだまだ期待していいぞ。確かに1局の勝率が 0.5 なら 0.20 だが、そういう世界の話ではない。夏休みだからいつにも増して将棋漬けの毎日を送ってるんだろうな。10月の三段リーグに間に合わすなら残り6局を3、0、5、1。次はしあさってか。連勝じゃなければ間に合う可能性はほぼなしなんだね。いい加減そろそろハブ世代が束になってもかなわないような若手が出てこないかんころかと、将棋の勉強の環境としては現代の方がかなり恵まれてるはずなのに、ネットもなかったアナログ世代のハブ先生方がなぜこんな強力なのか。単に他の娯楽がなくて競技人口が多かったからでしょ。来年の3月までに三段になればいいだろ。9月までにってこだわるから大変なだけで。やはり、ひふみんとの対戦はやってほしいんだよな。そうなるとどう考えても2期抜けでも9月までに、1期抜けなら3月までなんだよ。来年10月に4段なら、ギリ竜王戦で間に合う。え、ひふみん引退する日が決まってるの？今期順位戦。このまま行けば高級点がつく。角番になる。来期もおそらく高級点がつくだろう。この時点で引退日が確定する。結果はまだか。すんなり上がるのは難しいもんだね。4連勝の目しかなくなったか。ダメぽい。加藤一二三との対戦はほぼ絶望かな。マジっすか。中学1年生での三段リーグ参戦を見たかったのに、残念。一応4連勝を期待してみますが、厳しいでしょうね。このくらいの年齢だとある時爆発的に強くなったりするらしいからね。4連勝だってあり得るかも。藤井くんですらこれだけ苦戦するのが奨励会、小学生棋士誕生なんて絶対無理だな。そりゃそうだ。しかし将来、将棋という職業がさらにマイナーになって、プロを目指す人もほとんどなく奨励会もすっかすかになったら、小学生棋士誕生もありえるかもね。昨日の結果どうだったんだ？2連勝してた。個人的にはもう少し、足踏みしてほしかったんだけど。10月に間に合わせたら本物。少なくともプロ入りは固い。12連勝して、
10月からの三段リーグを一気抜けすれば史上最年少のプロ棋士誕生だ。胸が熱くなるな。2連勝して三段リーグ一気抜けして手合い係が空気読めばふふみんが順位戦で100年つなげるんだよな。再来年の3月で引退するのはほぼ間違いないから、なんとかそれまでに4段になって手合いついてほしい。今日2連勝で昇段か、楽しみだな。そういえば、今日2連勝で3段に上がるのを決めた場合、リーグ参加はいつからになるんや？来月の10月から、週1のコーチからのリーグ参戦に間に合わせるには今日がラストチャンス。将棋の藤井聡太二段、午後の対局は敗れました。勝って3段に昇段すれば10月に始まる3段リーグに参加できたのですが、お預けとなりました。次は1週間後か。藤井三段おめ、2015年10月18日三段来た。これ三段リーグで一回り違うのか。対戦相手は複雑だな。最年少のひふみん越えはチャンスは1回、中学生棋士だとチャンスは4回。仮にそれを超えてしまったらだいぶ色あせてしまうな。ニュース見て飛んできた。中1で三段とはとんでもねえな。ヤフートップに来るとは。佐々木が最年少で三段になった時ってこんなに記事が出回ったっけ。中1ってのがインパクトあるのかな。今回はここまでですわ。よかったらチャンネル登録といいねボタンをお願いいたします。それではごきげんよう。